際ですね、ドリケにございます松阪牛の赤身です、ね、でよく混ぜてお召し上がりください。ヘベとクリ、こちら腕肉ですね。むき身の形が大きいクリの形をしております。お肉にお塩がかかっておりますので、焼き上がりをお好みでレモンを絞って召し上がってください。ちなみにうちの日本酒は京都産になってまして、おすすめですと丸竹恵比寿とか。
さ加減の肉味噌、金山寺味噌の3種類でございます。ささみロースで、バラ肉ですね、上バラのささみと肩ロースロースですね。焼き上がり心地は包み野菜とお味噌と一緒に召し上がっていただくのがお得でございます。大葉のりロースですね、表裏さっと焼いていただいて、すき焼きの卵黄でございますので、卵を取っていただいて、すき焼きみたいな形で召し上がってください。醤油ベースの焼き肉だれ、大根おろし煮の白ご飯とあとラー油ですね。じゃあお好みでお使いください。
阪牛の赤身のもものところなんですけど、それを生食感が残るような加工ですね、はい、あの生ハムみたいな加工の仕方なんですけど、まあ、口の中でとろける食感なんですね。で、松阪牛はあの油の融点が低いので、まあ、油もあの口の中で溶けるっていう